慣れてくるとちょっとリフレットちょっと長く、かかともいけますし全体流せますし指も流してもできます。こういう感じでね、猫ちゃんでスペシャルなのがあります。自然大好きのぶちゃんと温泉大好きミキティのハッピーセラピスト、わー、さあ床バージョンお待たせしました。いやこれ待ってました。あ、待ってました。なんかやっぱりいつもベッドでやってるからマットだってどうやるんだろうって、あ、そう思うんだね。すごいやっぱもう同じことやっぱできないかなみたいな。のぶちゃん床のスペシャリストですからね。床施術ですから、私出張専門で17年なんで、出張イコール床が多いです。大体自宅出張なんで、まあ、稀にお客様のベッドの上でやる時もあるんだけど、お客様も分かってらっしゃるんでベッドだと沈むよねって、こう結構ね圧が入りにくいんで、こういう風になんかマットを敷いてリビングの前でテレビつけながらやる人が多い。ありました、ありました。何でしょう。なんかやっぱりやってみた時に足、はい、裏、あ、はいはいはい、足の筋っていうの下の方をやるのがなんかまず難しいなって思います。あ、なんでもっと、何が難しいのかがわからないぐらいな感じなんだけど。あそうか、いやなんか、引くみたいな、あー腰曲がるみたいなね。そう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 。あ、最初はあるあるだよね。床やるとベッドはこうやって姿勢伸ばしてできるけど、床だとこう腰痛って、でも圧は入るんだけど、圧は入る、そうそう、圧は入るんですよ、上に行けたりするんで、そう全部いけるから、でも圧は入る。そう、こういう細かいとこやるときとかに、ああ腰がね、どこにいればいいの私みたいな。任せてください。おー、さすが。だってお客様のさ家のさ、形とか部屋とかによっても全然違うから、本当に、ね、勉強になります。めっちゃ狭い部屋でやる場合、頭側に行けないとか、もういろんなパターンがあるので。なるほど。めっちゃ出張あるだよね、あるあるだよね、やってる人は分かると思うんだけど、もうそれに適応する能力っていうのかな、もうそれが勝手に身につきました。はい。で足、いや本当は何、本当は何やるよ。いや何でもいいな、ね、いやいや何でもいいなと思って、あのこの前コメントでも床施術のなんかヒントみたいなことも、ね、おっしゃられたりするんで、その床施術の、何だったんだろうね、コメント、床施術のいろいろなことを聞きたいって思った感じだったかな、確か。なのでじゃあミキティが足が難しいって言うんで、足バージョンいきます。はい、はい、じゃあレッツGo! 行ってみよう。じゃじゃーん。床施術のスペシャリストのぶちゃんです。足裏ですよね、足裏リフレという感覚はとりあえず捨ててください。っていうのは、店でやるねリフレとか足つぼとかこういうことではなく、足裏をほぐしましょうってことで出していきます。はい。何が難しいのかな、ミキティ。何だろう。なんかあれちょっと難しいこと言っちゃうと、はい、ここが壁であんまり入れなかった場合、圧が入らないっていう意味？あ、違う、なんかここが壁で入る、あ、ここも壁だけどね、めっちゃ。そう、その狭い時にこっちからがやっぱいけないから、こっちから、うん、あ、こっちからこう、あ、そうかそうか、入れない場合ね。そう、なんか入れない場合でも全然いきますよ、こう。ただ角度とかね、ベクトルはちょっと変わっちゃうけど、そういうの、そういうの知りたい。なんか、なんでかっていうと、うちお店、駅前店は実はローベッドなんですよ。はいはい。だけど、ドン壁なんですよ、足のところ。ああ、ドン壁。で、しかも狭い。狭い。ああ、じゃあ、自分が行けないわけね、こっちに。はあ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 。え、行けないバージョン？別に普通に。お願いします。じゃあ、こっちからやるってことね。そんな、なんか、すごいいっぱい細かく押したいっていうよりは、本当に普通に押す方法って感じ。ちなみにのぶちゃん結構使うのグーです。グーとここの関節。なるほど。グー、まずグーのここの拳、まずね全体を土踏まずからグーでこう押していきます。指まできっちり。
いい気持ちいい。いい気持ちいいよね、うん、最初は全体ならしっていう意味でね、うん、あと忘れなきゃいけないのはかかとね、かかとをきっちり、かかと気持ちいい、うん、手のひらってね。私さ、かかとをやられるとのぶちゃんも全然痛くないんだけど、うん、すごく痛く感じる人がいて、あーなんだろうね、すっごいグーって下に引っ張られると痛いんだけど、俺はね、このね、なんていうの、かかと小骨のね、この可動を動かしてるだけなんだよね。感じながらやってる、ね、そう、感じながらやってます、はい、はい、で、グー、ある程度やりました。その後、さっき言ったね、第1、第2関節、第2関節を尖らせます。すると、鋭く入ります。おこれも全体的に、あとかかとのね、ここの部分もね、きっちりこう、すごい、うん、したらさっきと違うでしょ、面と点になったっていうの、うん、でこれも指の方までね、で慣れてくるとちょっとリフレっぽく、ちょっとねこう流す、うわー、聞く、思ったよりグーッと流す、そうそう、グー、うわー、決まってる、グーグー、うわー、結構効くので、これ全体的にね、側面とか側面もね、これでいけますし、かかともいけますし、全体流せますし、指も流してもできます。こう、こういう感じでね、猫ちゃん、すごい、うん、で、スペシャルなのがあります。足踏みで、これはね、ここが壁の人は足踏み入れてください。足踏みが私の中では一番気持ちいいと思います。行ってみましょう。ちょっと書くネクスト、足踏みいきます。ちょっとのぶちゃんの上半身見えなくなります。はい、足の裏をまずかかとをちょうど土踏まずのところに当てて足踏みします。おお、結構効く、結構効くね、うん、足踏みします、うん、これはさっき言った指でいうグーの感じですね、うんうんうん、はい、でもすごい結構効く、いや、めっちゃ効くと思います、うん、いや、はい、全体行きました。かかとの方も、かかととかかと合わせる感じね、グッグッグ、はい、その後、指で言う、腕で言う、ね、指で言う、土踏まずに軽く乗っけて、手刀で、わー、手刀で土踏まずから全体をいきます。これ女性のセラピストが男性の大きなお客さんとかやるときに非常に、なるほど、いいです。はい、反対もいきます。これも乗せたまま反対。いや、やっぱり認証止まってる。すごいでしょこれ。すごい、効き目がすごい。ちょっとリフでは味わえないけど、なんちゅうの。うるさい。そんなに？あ、そんなになんだ。結構。マジ軽くやってんだけどな。あ、軽くやってんだよこれ。強くやったらじゃあどういう、やばい、これ、まだ強くやるよ、やるってなるね、今の半分ぐらいだよ ね、 ね、で痛かったらちょっと戻して足踏み状態ね。ごまかされないぞ、うん、で今度はここ壁だからね、あのない手でね、今度反対向きます。こっち足の指をMP 関節をギュッと曲げます。ギュッ、このギュッとした状態を両足作ります。今度は指でツボ押し、ここでツボをこう押す感じで、こう痛い、こう指の方までね、きっちり、いやすごい、まだね、まだ、あ、そうだね、細かくなんか足つぼみたいな感じでしょ、うんうん、狙ってこう胃のとこ狙ったりさ、腎臓を狙ったりさ、
蝶を狙ったりさ、あ、こう、すごいでしょ、もう自由自在自由自在、温まってきたな足の裏汗かいてきてるよ。で、おまけにスペシャルバージョンいきます。スペシャルですよこれ、いいですか、はい、足を押さえてふくらはぎを乗っけて揺らします。うん、すごい、なんかもう人間なんか、なんでマッサージ機みたい。そうですね、すごい、これはテクニックがいります。乗っけて踏んだらダメですよ、踏んだら痛いですからね、あと怪我しちゃうからね、こう軽く乗っけた状態で、すごいなんならこう少しね、こう、こう警察しながらこう、なるほど、両方いきます。こっち乗っけながら軽く乗っけいきます。同じ僕はテクニックです。これはこれね、気持ちいいでしょ、足の裏って。なんならもうももも行っちゃいましょうよって話ですよ。こう、いいでしょ、いいでしょ、めっちゃ気持ちいいでしょ。いけるんです、足全部いきますよ、いきますよ、全部もいきますよ、全然全部もいきますよ、全部もいけますよ。もうなんならこっちからこう離乗筋入れて分かってればね、一番分かんないよね。うん、ごめんね、ちょっと背中もいけます。全然こっちからこう表裏一体で、こっちもこっちもこっちも全然いけますよ。でもここもほぐしだっていけちゃうんで、なんだったらもう首までいけちゃいますからね、全然テクニカルになるとね、首までこう全然こういっちゃいっちゃいけちゃうんで、肩甲骨さっきの肩甲骨剥がしも全然いけちゃうので、そうそうそう、もう全体こう柔らかこれね、この動きね、この動きはね、なかなかで戻って足、ほらいいね、すごい、なんだったかちょっとね、少しこう柔らぎ全然疲れない。いや、ここをちゃんと私持つとことが結構こだわりがある人で、ここ持つとこが痛かったりすると、そもそもダメなのよ。うん、優しく、本当優しく包んで、ちょっと浮かせるってことが大事で、でふくらはぎがこうプルン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 ってなるように。気持ちいい。この無重力気持ちいいよね。無重力どんどん出してっちゃうな。これ逆にハムストのと臀部だとこうもっと持ち上げるとそっち上になります。もっとそっち上になります。重くないですね、うん、どうでしたでしょうか、ゆか施術。すごいスペシャルバージョンだよこれ。100あるうちの1ぐらい出してますからね、今ね、やば、足踏みだからね、足って言うんで、足は施術者、セラピストがこれでも練習してくださいね、あの結構不安定になるんで、まず10回練習して自分で真似してもらって練習して、あとは次パートナーに10回20回やって、まあ、50回ぐらいか、50回ぐらいね、ちゃんと練習してからじゃないと、ふくらはぎのさっきの揺らしとかは結構難しいです、うん、やってみる、ちょっと、無理でしょ、絶対やってみるよ、みんな見たいよね、最初やるとこんな感じになりますっていう感じです、うん、どこで土踏まず使って片足で立って、うん、下見てるから見えてないからさ、え、もう一回土踏まず、いやほら、怪我させたら危ないから、うん、ここ、あ、そうそんな感じ、ちょっとマイクあれなんで貼ってください。貼ります、はい。踏むんだっけ？そう。かかとで？そう。かかとで踏んで、踏み合ってこれ？うん、まあまあ、そこはね、軽く押さえておくだけなんで。ここ？あ、そうです。でも力弱くない？全然弱いし、なんか気持ちよくない。これでもなんか踏むの怖い。いや、怖いんですよ。すごい怖い。だからちょうど綺麗に警察みたいな感じで。いや、足の裏で、うん、ちょうどふくら、あ、土踏まず、うん、でも全然できない。できないよね、綺麗に揺れないよね。これ以上踏むのはもう怖い。うんうんうん、うん、
まあじゃあ揺らしじゃない、普通に踏むのはできる？あっち側向いて。かかとで。かかとで。そうそうそう。これはできそう。そうそうそう。あ、これできる。これは大丈夫です。うん、はい。これが一番最初にやる。うん。しかもね、これが一番メジャーで、うん、まあ一番使うかな。うん。あの、施術者が楽だし、お客さんも気持ちいいんですよ、これすっごい。めちゃくちゃ楽どころじゃない。楽どころじゃないですね。うん、サボってるわけじゃないんだけど、うん、お客様がすごい気持ちいいという技なんで。もうちょっとこれだけでちょっと練習する。そう、抑えて。ね、そう、これ手ついちゃダメなんだよね。だって捕まるとこないんだよね。あるの？うん、さっきね、うん、軽く壁触ったりもした。触れると一番楽です。で、足見やってるお店とかで天井とかにね、ぶら下がってやるとこもあれば。距離は強くなった？いやー、全然だね。あのね、どのくらいまで行っていいのかな、こう揺れてないというか、こう、バーってないってないというか、リズムが取りづらいよね。でも壁があるのなら壁に手、左手ついて、ついてる、あ、ついてる、うん。ついてるんだけど、ここまでは、あれ、あれ、こっちが行けないの。ああ、はいはいはい。そしたらもっとこっちに来ないと。ああ、怖いね。あと膝裏を乗っちゃダメだからね。それも怖いね。まずそこ行かないと、ももとかケツとか、臀部とか、ね、背中とかはちょっと。このまま全部こうやって行くの？あ、行かない行かない。そこは話す。うん。だってもう物理的に遠くなるから。そうそうそう。揺らす方の、揺れないよね。入れてからこう、こういうこと？そんな、こんなには入れない。そこまで入れないな。うん。難しい。こっちで、しらこで練習します。うん。ぜひぜひ、ぜひぜひ練習してみてください。はい。はい、面白い。どうでしたでしょうか。いや、すごい勉強になった。うん、すごい。ゆかせ術のスペシャリストにお任せください。と、うん、いうか、出張でやるとね、いろいろなあれが出てくるんですよね。無限大ですね。無限大です、うん。はい。ということで、ゆかせ術バージョンまとめです。まとめといってもね、うん、もう全部話してます感じ。うん。うん、まあ、グーを使い、足を使い、うん、まあ、グーを使い、まずここ第二関節を使いの、うん、まあ、手刀でね、さっき やってないんだけど、手でやるバージョンで、ここで両方こう行くやり方もありますね、うん、足の裏をね。うん。でもそれはこっち側からになっちゃうんで、できなかったの、こっち側からだと。うん。というバージョンと、立ってね、足踏みバージョンね、うん。足踏み専門でやってる人たちもね、いるけどね、これね、のぶちゃんのやつはね、独自にまたね、うん。あと一番最初の整体学校で若干入ってた技も入ってるかな。うん。うん、床施術の学校だったんで、うちは、うんうんうん、あ、そうなんだ。床施術の学校だったんで、だから出張なんですよ、私。あ、そうなんだ、うん、すごいそれ。そう、最初から床施術で出張でやるつもりでいたんで、でちょうどドンピシャの学校があったんで、もうあれですよ、もうそれこそ和室のあの畳の上でみんな武道みたいな感じで練習してね、うん、そう、そういうバージョンでした。あとコメントでなんかね、床施術こういうの聞きたいなとか、ね、今私みたいに壁が狭くてじゃないけど、あ、そうそうそう、この時にどうしても力入れれないとかね、具体的だとより、うん、より分かりやすいからね、うん、はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。またね。少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。